あー、箱ら99では。なしは分かってるね。これやれる、それは無理だ。なしは、いや、無理無理、あれ無理無理、あれ無理無理。やっぱ奥位置じゃない、奥位置じゃないかな。クラシックだもん、無理。なしは奥位置だな、無理。ちょっと弱気だったよね、今の。弱気だったね、ちょっと弱気すぎた。やばいよ、俺ら多分夏ちゃん、夏ちゃん今日もこれで落ちるわって言われるよ。大丈夫だよ、夏ちゃんはどんどん攻撃した方が嬉しがるから。まあ相手によるよ。男さんだったら嬉しいね。私さ、アリケンの電話番号を知ってるんだけど、非通知でかけていいかな。怖すぎるだろ。なんで電話番号知ってんの？結構テロリストじゃない？何それ？もうアリケンとできてない？できてないできてない。だって向こうは私の電話も知らないもん。でもあー、やばいやろ、それ。そうそうそう。人権はどこ？待って、それ、うん、俺も知ってるかもしれない。あ、そうだよ。え、なんで？え、なんでスカちゃんがどこでさらされてんの？いや、部活のサーバーに書いてあるんだよね。結構かわいそうだよ。え、ちょっとさ、パパさ、電話してみてよ、これの電話番号に。アズピちょっと電話かけたくないから。あ、ちょっとピン止めさしたんだよね。この集団だ、普通に。ピン止めさしたのは怖くない？電話してみようか。うん、じゃあ声変えて電話してみようわ。うん、そう、ちょっと誰かわかんないふうに。あ、ちょっと0… おい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 、やめとけやめとけ、お前。いけ、道を踏み外すな。どんな反応するんだろう、ケン君。ガチの電話じゃん。怖っ。取れた。はい、おはようございます。おはようございます。僕が誰だ。切られてる。いたずら電話だと思われてる。え、俺の電話番号どっかにさらされたと思って、恐怖に。普通に怖いだろ。いや、ケン君ちゃんと分かってて、自分の電話番号がさらされてんの。もう一回ちょっと電話かけてみる。ちょっと切れないでよ。バラシやってきて。あ、もしもし、今配信してるんですけど。いや、あ、すいませんね、寝てる時にね、声もちょっとね、今配信に乗っちゃってるんですけど、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？寝てましたか？あ、おはようございます。フルパバローしませんか？行きます。はい。まだ途中全部言い切ってないのに。じゃあじゃあ即席にで待ってますんで、じゃあ、はい、お待ちしております。釣れた。なんかを知ってそうなあれだけど、逆にお前の何たるかも知ってるからな。うるせえな。一連卓勝ではあるよ。ケン君おはよう。おはようございます。6時半までです、こちら。そう、はい、ケン君早く。すいません、いつまで寝てんの？お願いします。寝すぎなのでは？え、おい、無理やり怒られて文句言うんじゃねえ、てめえこの野郎。ちょっとマジでパワー系すぎるって、フルパの誘い。今までで一番パワーを感じた。うん、うまっ。トムさん、ほら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 、立花さん。花よりと、ヒラの間違いした。いや、間違えた。ナズピは坂本です。やめてください。違うな、それは違うよな。坂本です。プランしか見てなかったんじゃない？ナズちゃん
腕見せてさ。腕？え、それ病んでる？なんか切り傷ない？お前どこに？やめとけって言っただろ。言って。お前の体はお前だけのもんじゃねえんだぞ。大事にしろよ。大事にしろよ。一つしかないんだぞお前の体は。じゃあ今度からじゃあケン君の体にしていい？うん、いいよ。犯罪なん、え、お前らやっぱできてるだろう。俺はペイン。できてないよ。痛みをちょっとしかできてないよ。あつさん来た。俺もなんか飯したのも何食べようかな。俺もスーパー行こう。でもめんどくせえな、外出んな。最後の方服を着なきゃいけないのめんどくさくね。わかる。え、着てないの？うん、ケン君今裸なの？うん、洋服って邪魔じゃない？ウソつやば、やっぱ、やっぱ怒れ、誰かそろそろこいつを。なんじゃん。こいつを怒れ。一応配信してるよね。一応配信してるんだよね。こいつを怒りなさい、誰か。俺だからって何でもいいって思ってる、こいつ。ウソ、なんかプーさんやな、裏でやな、ね、プーさんみたいな存在、うん。裏でやったらダメだろ、こんなやりとり。裏でやらねえせいだね。僕、なえなえくん、なえなえくんって言うんだ。僕は、僕、なえなえくん。